おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、かわいい。少しだけ開け無理、ジャン君がここに来たから、ポンちゃんは無理やりここに挟まってきましたけれども、昨日ですね、ようやく今日の朝かな、出来上がった動画ですね。あれ、どこに行っちゃったっけ。はい、ちょうどね、流してなかったんで今呼び出してみました。このチャンネルチョキ、違う、チャンネル、なんだっけ、チャンネルジャンポンというところで作った、チョキのまとめ動画ですね。その1です。ようやく YouTube の方にアップしました。ナレーションの、これが原稿です。ナレーションを入れてですね、そうだな、どのぐらい当時作った、まあ5日から6日分ぐらいかな、もうちょっとあるかなの、動画を、15分ぐらいにまとめてですね、それにナレーションを入れてどういうことなのか理解してもらうという、まあいわゆる、普段は日記的に作っている動画なのでやらないんですが、演出みたいなこと、あんまりね過剰な演出はしません、もともとそういうスタイルではないので、が、これだけ絵見ただけとか、セリフを聞いセリフっていうかね、その現場の音を聞いただけじゃ分かんないだろうなという部分に関しては、なんか NHK っぽいねって言われますが、原稿を作って読み上げる形のナレーションを入れました。はい、皆さんもよろしくお願いします。チャンネルジャンポンと言います。よろしく。はい、ピントが合いにくいポンちゃん、かわいい感じになってます。ポンちゃんかわいいね。ポンちゃんはかわいいね。ポンちゃん、はい、あくみぽんちゃん、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 はい、出したな。はい、ぽん、ぽんちゃん、面白いポーズまでしてくれてありがとう。ジャン君、ジャン君、
ょ。ジャン君、ポンちゃん、シャカシャカ音がするから何かもらえると思ったかもしれませんが、プレゼント届きました。どうもありがとうございます。さて、これは何でしょうか。ラバーっぽいやつで2つ折りになってますね。何でしょう。開けないと分からない、ね、開けないと分からない。ここになってってなっているポンちゃん、何だろう。何かしら、雲みたいになってますけど、はい、雲さんです。クラウド、ピンク、ピンク、なんだろう。何かしら、ご飯を置く場所かな。今ね、うん、ついていた商品なんとかを、ペットって書いてあるな、うん、ペット、あ、犬用、猫用、ランチョンマット、シリコン、うん、ランチマット、フードマット、洗える、クモ、滑り止めマット、食べこぼし、汚れ防止、飛び散り防止。ここにご飯を置けということでしたね。滑り止めのランチョンマットなんだね。にゃんこちゃんとかわんこちゃんが食べてるときに。ということで、多分あそこに置かれるんじゃないかと思われます。なるほど。あ、ちょっと広いかな、こっちの方が。多少こうなってもね。そっか、うん、まあ場所も考えましょう、うん、どうもありがとうございます。続いて大物が参ります。届きました。はい、バリバリ爪研ぎポール、ダンボール、立って爪伸び伸び爪研ぎでき、立って伸び伸び伸び爪研ぎできる。はい、はい、よっ、ちょっと組み立てる感じかな。そうだね、では組み立ては後ほど出来上がりをお見せします。ということで、どうもありがとうございました。ジャン君もポンちゃんも喜ぶ、きっと出来上がったら喜びます。ね、ポンちゃん、はい、見事完成いたしました。完成しました。もいももさん一人で組み立てました。私でもできました。さあ、これはどこに置かれるんでしょうか。まだ何これっていう顔になってますどこに置こうかね、はい、じゃあ使ってね、使ってね。